2019-20 V1 リーグ女子ファイナル8、岡山シーガルズ対トヨタ車体ペイシーズの一戦をお送りしてまいります。プレミア2位の岡山、スター3位のトヨタ車体の一戦となります。ファイナル8、互いに初戦を迎えた両チームです。渡辺早苗が拾って、レフトから金田修華、押し込んでいきます。山上はレフト打ち瀬戸、佐々木萌衣が決めて16点目、16対12。山上のサーブ、金田のサーブレシーブから佐々木のスパイク、追加を使っていきました。山上がアンダーでつないで、やめた、レフトから金田、最後はしっかり決めました。25対18。第1セットまずは岡山シーガルズが取りました。第1セットは20、インドカーでもチャレンジ行こうか迷いましたが、そのまま続けました。ブロックです。山上ライトの矢部だ、いいスパイク、トヨタ車体5連続得点。渡辺彩のサーブ、アラットのマッチアップでしたが、しっかり取りましたね。そうですね、今後ろにこうフェイントをするような形ですけども、あそこ見えてないところなので怖いんですけども、しっかり横に切りましたよね。ネリマンつないだ、金田が決めて1点差。ここはトヨタ車体レフトの矢部だ、からの佐々木、フェイントは空いているところは決まっています。5連続得点です。ここが切れない、山上はネリマンのバック、ちょっと低かったかもしれませんね。今の岡山6連続得点でセットポイントです。ブロックシャット、ナイスブロック川島、25対16。最後は7連続得点で岡山が持っていきました。セットカウント2対1。金田のスパイク、山上、ここは榊原がネリマンを持っていきます。打ち切りましたネルマン。矢蓋のサーブレシーブからネリマンが止まりません。ネリマン決めて8対8。さあワンタッチ、荒木が丁寧にネリマンに高いトス、決めた、ネリマンのスパイク、トヨタ車体4連続得点。サーブは永瀬、
25対23。第4セット、トヨタ車体が取ってセットカウント2対2です。ネリマンに対してワンタッチ、うまく出した。木原上げた、ブロック止めた。ここでネリマンを止めました川島。この両レフトがしっかり決めています。マッチポイントです。岡山シーガルズが勝ちました。ファイナル8の互いに第1戦はセットカウント3対2、フルセットにもつれるゲームで岡山シーガルズがトヨタ車体クイーンシーズに勝ちました。車体さんの多彩な攻撃に硬くなってしまう部分もあったんですけど、まあ、最後に自分たちのやるべきことをやりきれたので良かったかなというふうに思います。